酒好きな新潟人の飲酒道。今回は、サントリーの金麦、第3のビールです。2015年の琥珀のくつろぎ。これ前も飲んだっけ ?2014 年の時飲んだっけ。まあいいけど、うん、まあどうでもいいや。琥珀のくつろぎ飲みます。冬季限定、リッチモルト 6% のアルコール度数。原材料が発泡酒、過去麦芽ホップ、糖類とスピリッツ、過去小麦、炭酸ガス。これも糖類入ってんの?発泡酒、過去麦芽とホップと糖類。糖類入ってるね。丁寧に長期熟成、金麦の 1.3 倍。原材料となる発泡酒限定醸造、長期熟成しています。当社金麦に比べ熟成期間の基準を約3割長く設定しています。でも、金麦は糖類入ってないでしょ。ということは、まがいもんか。別にただ単に金麦を 1.3 倍長くしたっていうわけではなさそう。それプラス、甘さっていうか糖類が加えられてるのか。乾杯。ああ、確かに甘い。確かに甘い。確かに甘いが、まあ、うん。うん。甘いな。甘いな。さっきラドラを飲んで、ちょっと口直しにいいかと思ったけど、これ結構甘いな。結構甘いな。結構っていうこともないけど。金麦に比べたらはるかに甘い。もう麦の甘さとかではなく、もう完全に、糖類、砂糖の甘さですね、これは。じゃがじゃん。カルパス。前回の動画で食べましたカルパス。とは違い、別のメーカーのカルパス。こちらですね、ものすごいコスパがいいというよりは、60g 入ってて、100円の古食美学っていう100円シリーズのドライソース。ものすごいこれ。60g でね、100円はね、本当にこのドライソーセージ界隈だと最強に、重いっていうか、そのグラムコスパがいい。こっちはね、値段100円ぐらいだったかな。いや、100円しねえか、80円ぐらいか。なんだけど、37グラムしか入ってない。2倍近く入ってる。だがしかし、これです、伝説の。この、ここに書いてあるんですけど、この商品には透明の皮がついています。お召し上がりの際には皮を剥いてください。この、これ見てみこれ。ここの赤い部分に細かーく書いてある。ね。それはわかんねえよって。うん。で、この皮を剥くのがめちゃくちゃめんどくさい。のが、最大の難点。これがなければ最強のコスパなんで、絶対俺は、外さないんですけど。買うんですけど。ほら。見た感じ、ああ。まあ、ちょっと動画で見るとツヤあるか。でもね、リアルで見てもね、ただ油が塗ってあるようにしか見えないんですよ。でね、そのまま食ってみると、ちょっとこう、なんかおかしい。まあ、知らずに普通にかぶりついてると全然わかんない。これが取るのめんどくせえんだ、これ。しかもうまく剥がれねえんだ、これが。
綺麗に剥がれてくれるんだけど、綺麗には剥がれないんですよ。ほら。こんな感じ。これです。薄皮っていうか、薄プラスチックポリプロピレンの、あれですよ。皮ですよ。まあ、これも普通に食べられるんですけど。食っても別に問題ないらしい。食品でできてるらしい。食品のでんぷんかなんかでできてる。多分。確かに。これがうまく剥がれねえんだ、これ。途中で、ピキッと、剥がれねえんだよ、これ。一発でこう、ビャーって全部取れりゃいいんだけど。案外。これ食うともう、あれだから。プラスチックの、ビニール袋食ってるのようなもんだからね。精神衛生上良くない。いただきます。剥ぐと結構ほら、ツヤがあんまなくなる。うん。うん。味としては全然問題ない。ちょっと薄味かな？うん。まあ、薄味だけど、全然問題ない。うん。全然問題ない。これね、体験したことがある人はわかると思うんだけど、あの、なんだ、サランラップとかの、失敗して、こう、全部ペターって貼り付いた時あるじゃん。こう、うまくこう、出せなくて、あってって、ビリって切れて、そのままどこが剥がし口かわかんなくなったパターン。あれに似てる。うまいこと切らないと、うまいこと剥がれてこないね、これ。俺も結構、そういう経験があるんだけど。あの、セロハンテープのでかいバージョンで使ってて、変に切れて、そのままペタッて貼り付いて、どこがどこだか、わけわかんなくなるパターン。で、うわーってやって、はい、はい、どうだ、どうだ、切れ目はどこだっていうか、ハゲ口はどこだって、こう爪でガーってやるんだけど、全然見つかんなくて、うおーみたいな。っていうパターン。うん、あれは本当にきつい。両方仕事でもね、仕事でそれやって、無駄に時間を過ごしたこと。サランラップもね、昔仕事でね、食品会社で、やった結構何回もあるんですけど、あれが本当に、腹立つんだ、あれ。マジで。本当に腹立つ。全然わかんないの、あれ。で、最終的に一本ダメにしたパターンとかある。うん。あれになったらね、あの、セロハンテープよか吸着力の強いなんかテープを使って、こう、ベリッ、ベリッ、ベリッって、ペタペタこう、やると、その剥がし口が現れる。ペリーって一緒にくっついてくるので、うん、それぐらいでしたね。だからね、あのケーキ工場で前働いてた時に、もうあれがね、もうクリスマス時期になるともう大変なことになる。仕事中にクリスマスの大変な時期に、あれあれあれベリーって切って、うわどこだか分かんなくなった。うわーってなって。なるので、クリスマス時期は、
もうあのサランラップを何個も用意しといて、あの一個死んだらもうこれやってらんねえから、時間ねえから、もうポイってして、別のやつ使って、みたいな。もうそれがさらにまたやると、急いでると、また変に切れたりするから、本当にやばい。特にクリスマス時期なんてあれ、ケーキ工場マジ、すごいからね。本当に。本当にすごいからね。戦争状態。もう、罵声が飛び交うんですよ。だから俺あんまり、ああいうとこでも働きたくねえ。罵声が飛び交って、ひどいこと。あの、ケーキとかぶちまけるから、ね。急いでたりするとマジぶちまけて、俺だって、ケーキホールケーキに何個もぶちまけたもん。その、あのクリスマス時期25日ぐらい。ぶちまけたもん。ぶちゃーって。手が滑って。ケーキって結構手が滑るから、それでもう、ぶちゃーって。ぶちまけて、もうぶちまけた時の、あの、うわーみたいな感じ。で、他人、そこら辺にいる人間から、うわーお前何やってんのみたいな感じで、上司とかから、こう、お前何やってんだよみたいな感じで、またキレられるんですよ。うわーみたいな。あの、この手のひら台ぐらいの、ホールケーキ。あの、8分割ぐらいするバババってするやつの台紙みたいな、まあ大元のホールケーキ。だからあれ1個売り上げで、まああれ単品だったらあれだけど、その後にこうデコレーションするからあれなんだけど。うん。あれ1個でだって1000円ぐらいするでしょ。普通に売却したら。売却っていうか、売れれば。売れればっていうか、その、結局ケーキ1個300円、400円するわけじゃん。それの8分割のしたやつの、つまりかける8倍の、まあ、300円として、3パン24で2400円なんだよ。普通に考えて。ね。2400円になる、その元の、何もデコレーションしてない、ただのなんか、スポンジと、あの、クリームの、こう、周りにクリーム塗ったようなやつね。その、原型ですよ。ショートケーキになるはずだったやつを、あっ!って言って、べちゃっ。あれがね、あの、クリスマス時期になるとね、1日で、俺、やったけど。何個ぶっ飛ばしたっけな、あれな。あの、10個ぐらいね、あの、べちゃ、べちゃ、べちゃってやりました。まあ、10個は言い過ぎか。5、6個ぶっ飛ばすね、あれ。なんか、あの、丸いプラスチックの、あの、円盤みたいなのに乗ってくるんですよ。その円盤に乗ってくるんだけど、そのケーキがね、こう、ね、ケーキが、その丸いケーキがさ、その下にあるそのプラスチックの円盤がものすごい滑る。ケーキだから。油だから。油だからって言われてもやれ、おかしいか。生クリームだから、滑る。それがさ、その、プラスチックの円盤の上に乗ってんだけど、それがギリギリに乗ってんだよね。その、ぴったりぐらいに乗ってるんだよ、結局。円盤とほぼ同じ大きさのやつがそれに乗ってるから。で、それを剥がすんだけど、なんか、スクレーパーみたいなので、こう、ブスって刺して、ピッてって取って、で、こう、機械に流すんだけど、それを取った時に、こう、ギリギリの、あの、ケーキと、プラスチックのとこの、ギリギリのところをこう、掴んで、こうやって掴んで、掴むんだけど、あれが、
爪がこう、噛み合わないと滑ってこう、ブスってなって、あべちゃ。もうそこら辺ごった返しですよ。もうべちゃってなって、もう、なるじゃん。で、そんな片付けてる暇ねえから、はい、次ってなるんだけど、なんか床がもう生クリームだらけで、もうぐっちゃぐちゃ。もう滑りまくりのてんこ盛り。絶対俺、あれ、今後あんなとこで働きたくない。よく、クリスマス時期だからさ、あれ、バイトを募集するんだよね。バイト増員するんだけど。まあ、普段でもバイトを使ってたんだけど。増員して、もう、その工場のその一部屋だけで、もう、50人ぐらいの体制で、こう、ブワーやるんだけど。すごいよ。まあ、バイトさんはまあ、あれだけど。ね。社員のね、人間がね、まあ、俺バイトじゃなくて社員だったんですけど。もうね、しかも一番先頭でその、機械に、その、先頭に機械があって、そこにケーキを投入して、ケーキが、機械がこう、カットする。スパッて。で、こう、8分割ぐらいか10分割ぐらいにカットして、まあ、三角形のその、なんかケーキの、ショートケーキの原型ができるんだけど。で、それに機械が、こう、コンベアに運ばれてって、で、こういう、まあ、プラスチックの、じゃねえ、ポリプロピレンの、ね、ビニールみたいなやつを、こう貼るんですよ。周りに、こう、ピュって。ガッチャガチャンって言って。貼るんだけど、で、貼って、それが流れてって、で、そのバイトの人たちの、こう、なんか盛り付けてか、いちごつけたり、クリーム塗った、ホイップしたりとか、のこう人海戦術でやるわけ。まあ、いわゆるライン作業ってやつ。こう、どんどん流れていく。流れていってる最中にこう、盛り付け、飾り付け。そうなんだけど、あれがね、俺の先頭がその、もたもたすると、当然、後列の奴らは、もうなんか、切れ始めるんですよ。はいよ、せいやって。ブーイングを受けるんです。だから一番、先頭が一番やばい。本当に。だって、先頭が流さなきゃ、お前、何にも流れてこないんだから、仕事になんないわけでしょ。で、しかもその機械がまあバグったりするんですよ。また。ガチャガチャンって、なんか、その、シールじゃねえけど、フィルムを貼るガチャガチャンっていう機械もうバグったり、なんか、バグってその、ケーキごとガチャガチャってこう、ケーキを切断したりとかするんですよ。こうなって、で、ピーとかって言って、はぁーみたいな。で、どんどんそのケーキが、もう流しまくるから、1000個ぐらい流すから。どんどんそのケーキの、くずで汚れてって、で、また汚れがその、ね、ミスを誘発するわけですよ、その機械が。誤作動を起こす原因になるわけです。もう嫌になってくるよ、あの会社。本当に。で、俺はまあ結局辞めましたって。いろいろありますよ。人生ね。まあ、俺が辞めたのは多分、まあ、それが原因じゃないですけど。まあでも、だからもう上司とかもうむちゃ、ぶち切れ状態。もう、
その時期になるともうね、ぶっちんぶっちんのぎっちんぎっちんの切れまくりの、普段でも大し結構怖いのに、もう、あれですよ。ちょっと遅れたりするだけでもう、クリスマス時期になるとぶっちぎれるわけ。わあ、なんだよ、ほら。もうめっちゃ、もうその、響き渡るぐらい、その、言うわけですよ。本当にあれはストレス溜まるわ。俺のせいじゃないっつうのに、お前、機械がまともに動けばな。俺だってそんな苦労しないっつうの。本当に機械がマジもう、本当にさ、本当にあれはもう、胃が痛くてね、もう、あの時期になると思う。本当に最悪。ケーキ工場はもうやるべきじゃないね。まあ、バイトは知らんけど。まあ、バイトでもまあ、どうだろうな。だいぶピリピリしてるからね、会社全体がね。もうクリスマス時期になると思う。クリスマス、まあ、だいたい12月ぐらいからもう、大変な、やばいことになるんだけど。あれは地獄だ。うぅ、考えただけでも、やめてよかったなと思う、あれ。あんま続けたら絶対もう、精神が、もう崩壊してたね。よかった。やめてよかった。今の会社は、季節シーズンで、まあ、食品会社ではあるんだけど、シーズンで、忙しくなるっていうか、そういうのがほぼない。ほぼ一定の、毎日ほぼ、何の変わり前もない、あれを。ただ、平凡にこなすぐらいの。まあ、平凡でもないけどね。また今の会社もあれなんだけど。また機械を使う仕事はさ、あれなんだけど。機械を使う仕事はね、本当にね。俺多分機械に縁がないらしくて、機械に嫌われてるらしくて、ものすごいなんか機械がミスしまくるっていうか、エラーを起こす。ブー、ブー、ブーとか、なるんだけど。で、それがひどいんだよ。一日に50回ぐらいはもう、50回以上、60回ぐらいだったかな。4時間の間に、50回以上、60回ぐらい、エラーをブー、ブー、ブーって言いやがって。さすがにね、そこら辺まで来るとね、本当に、温厚な俺でもいい加減にね、しろという、なる。で、そのたんびにこう、直して、なんか機械が今のやつだと、詰まったりする。詰まりがなかなか取れない。詰まりました。で、ブーブーブーで言うでしょ。で、うわーって言って、こう、詰まりを取ろうとするんだけど、詰まってるわけだから、もう硬くて取れないわけ。だからハンマーでガンガンやって、詰まりをガンガンガンってやって押し出して、なんとかして取って、もうそれでもう3分ぐらい消費するわけですよ。ね。だから本来4時間で終わる作業なのに、5時間半かかる。1時間半とかロスする時があって、もうそうなるともう俺はもう、もうお手上げ。もうお手上げです。もう残業確定です。残業確定とかの問題じゃない。もう、おしまい。ね。いう感じですよ。本当に。で、絶対に、ここがムカつくんですけど、機械がエラーして、ブーブー言ってるのに、それが俺のせいになるっていう。感じに。なんか俺が悪いみたいになってるんです。
絶対。で、しかもそのトラブルが、原因が不明なんです。今のとこまだ分かってないんです。ね。で、原因が分かってないのになんか俺のせいみたいになってる。で、はよせいや、みたいな。しかも、そんな感じでなんか見られるわけですよ。で、今のがまあ、ほぼまあ、ライン作業みたいなもんなんだけど、俺が真ん中のあたりにいるんだ。で、真ん中のあたりでいるんだけど、当然そこの機械がトラブれば、後ろも遅れる。前も遅れる。ね。真ん中あたりで止まってるわけだから、後ろも遅れるし、前も遅れるわけです。だからもう、その機械はもういい加減にもう、買い替えるかなんか、しろっていう話です。ふざけんじゃないって。本当に。だから本当に俺、できることなら、あの機械の上に、てか上じゃないけど、中に、ダイナマイト仕掛けて爆発させてやりたいですね。爆破してやりたい。とりあえずハンマーでぶっ叩きたいのと、主要電源の、コンピューターの部分を、まあ、バッキャーンってこうハンマー持って思いっきり今までの恨みって言ってバッキーンってこうぶっ壊したい。本当にあまりにもねあれでストレスが溜まりまくる。あれ結局ただそこまで前のそのケーキ工場みたいにもう完全になんか罵声を浴びせられなくなったんで良かったですけど。うん、前の会社はもうひどい。もう罵声ですよ。あらってんだよ、特に、その結局普通の時はまああれだけど。クリスマスシーズンですよ。1ヶ月それが続くんだよ。地獄だよ、あれ。本当にケーキ工場に今から就職しようと思ってやめた方がいいじゃん。地獄だから、あれ。マジで地獄だからね。打って変わって180度どころか360度ぐらい変わるからね。みんなの雰囲気がね、もう、俺を睨んでるんですよ。常になんか。後続の人間は。ブーブーブーって止まるじゃん。そうすると、物が流れてこないから、もう結局、飾り付けする人たちはもう手持ち無沙汰になるわけですよ。で、こっちをずっと見るんです。こっちを見てくるんですよ、ずっと。まだかな、まだかな、まだ来ないのかな、まだ来ないのかなって。全員してやんでくる。50人ぐらいいるので、全員してこっち向いてくるんですよ。あのプレッシャーときたらお前。あのプレッシャー耐えられるか、あれ。しかも俺のせいじゃないっつうのだから。だから機械のせいだっつうの。いい加減にしろよ。マジで。俺のせいじゃないっつ。マジ、機械はマジ、もう、ひどい、あれは。機械に嫌われてるとしか思えない、あれは。本当に。だいたい今の会社なんてお前、あれだぞ。なんで原因不明なのになんか俺が悪いみたいになってんの。原因不明でなんで俺がなんか遅れるとなんか俺のせいみたいになってんの。わけわかんねえ。誰かお前、あれだよ。原因解明せえよ。まあ、少なくとも俺はそこら辺全然わかんない。解明しようにも解明しようがない。機械の構造とか全然わかんないもんだって。地区、その機械が来て、
何年、20年とか経ってんのかな ?10 年、20年。まあ、10年は経ってた。10年、15年ぐらい経ってっか。なんであんなにエラーが出るんだよっていう話ですよ。ほんとに。なんか腹が立たない、なんか。人為的なミスはまあ許されるっていうか、まあわからんでもない。まあそいつが無能なだけだっていう、ことで結論つくじゃないですか。もう原因がはっきりするわけじゃないですか。機械がさ、原因不明のエラーでピーピーピーとかで止まるんだよ。何が原因かわかんないんだよ。で、なかなか直せないんだよ。そもそも。原因がわかんないから。で、しかも原因がわかんないから、直してもまたなるわけです。で、注意しようにも、機械だから注意しようがないでしょ。人間だったらこうこうこうせ、あれこうせ、あれこうせって言えば、わかるけど。わかんないわけですよ、機械だから。もうぶっ壊す以外に本当に、俺の怒りを収められない。あれは。マジで。本当に、あれを作った会社の、機械を作った人間出てこいって。責任者出てこいやって。言うレベル。はぁ、もう、本当に勘弁してほしい。なんでお前。俺の時ばっかりになるんだって。だから俺が休みの時別な人がやるんだけど、別な人の時はほとんど出ないんです。エラーが。エラーが出るとその、エラー回数をこう記入するんだけど、記入する紙があるんだけど。それを、さて俺が休み終わって次の日になって、その人のエラー回数を見るともう、だいたい3回とか4回ぐらいなんですよね。明らかに俺、1日だいたい10回ぐらいエラー起こってんのに、なんでって。何それ。しかも決まってエラーが50回、60回起きるときはだいたい俺なんです。もうどう見てもこれ機械に嫌われてるとしか思えない。だいたいなんでお前4時間の中でお前50回60回出んだよエラーがって。もう5分ごとぐらいに、5分ごとどころじゃないぞ、本当に。4分か3分ぐらいに1回エラーが鳴ってるレベル。どうなってんだこれ。もう、だから、ピー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 ってなるたんびに、もう俺が、ストレスが溜まるわけですよ。ブチって切れるわけですよ。ああって。スムーズに進めば、お前、普通に、お前、何事もなく終わるのに、プー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 って言うから、お前。もう勘弁してくれと。いい加減にもう、俺に苦労を費やすのはやめてくれと。本当に。だからまあ。まあでもね。結構工場とかは本当に機械使う。仕事ばっか使うね。基本。絶対どっかで機械使ってるから、確実にその機械がね。まあ、起こしまくる、エラーを起こしまくる。っていうのはね。もうあるあるの話ですよ。どこの業界でも。パソコンがトラブった。それもあるだろうし。まあ特に製造業。言うて製造業だって、お前、これだって、お前、あれ、
作ってるわけでしょ。缶も作って、まあ、液体っていうかビールも作ってるわけ。当然お前これなんだよお前。しかも、サントリーとか、大手のやつだって、なあ。もう一日に何回エラー出てるかわかんねえよな。マジで。本当に。築何年とかの会社、築何百年じゃないけど、まあ何百年やねんか。築50年ぐらいの会社、以上の会社だったら、まあ、間違いなく。そういうのあるでしょうね。確実に。もうだから、一日にこう、まあ、何個もこうロスを出しながら、そのロス率をこう下げようと頑張りながら、一日製造する量のだいたい 5% ぐらいか 3% ぐらいか。何パーなんで 3%。 3% じゃつまんか。今何パーセント以下とかに抑えないとこうロスをね、必ず出るわけだから。抑えようと日々、頑張ってるわけですよ。ね。そういう会社は基本的に、機械も、ものすごい長い年月使ってるから、当然、もう終わっとるわけですよ。その、お釈迦になってるわけ。機械自体が。機械自体がね、だいぶお釈迦になってる。ので、まあ特に季節ものの、特にあれですけど、ケーキ工場はおすすめしません、僕は。3433です。ご視聴ありがとうございました。